はい皆さん参る参る、イいどはいおばちゃんのショートカットレイヤー系でしかも前下がりのショートボブをちょっと意識して切るような感じ日本人はどうしても絶壁なんだよね、後ろがペタッとね。で、おばちゃんになるとなんか首の骨が前にずれるのかな、猫背っぽくなるのか,か余計、絶壁が強調されて。 上長いとべたっとしちゃうんだよね若い方のカットだったらこのまんま下の方を薄くするだけでいいんじゃねえと思うんだよねとりあえずあの丸3つのあたりあの辺薄くするだけで若い人だったらもういいんじゃないと思うよねなんかウルフなんかあそこの丸3つのとこだけペランペランにしてねタコ足みたくやってるカットもあるよねあれがいいのか悪いのかちょっとわかんないけどね。 自分の頭をさ触った感じ後ろの絶壁ってこのぐらいなんじゃない本当真上から見たら四角形横から見ても四角形四角形の平面に上の方にふんわりしたボリューム出して襟足すっきりになるとまともなカットじゃないよねやっぱり下の方をコンベックス入れないとあの薄くペッあでしないんだよねあとうちは基本ドライカットだけど、まあ、カットできてちょっと夏で癖っ気も全体に出てて寝癖もちょっとねついてるっていうの だ完全に完全にっていうかほぼ濡らしてね変な癖取るのとあんまり癖っ気でバサバサした状態でドライカットやっても全然格好にならないっていうのをわけわかんないから、まあ、こちらがわかっててもお客さんが見てね何だか癖っ気のまま切ってるわって思われるのも嫌だからねまあ濡らして切るような感じになるね。 だけど、こちらのお客様たまに白髪染めするんだよねで。白髪染めした後はほぼほぼ乾かしてからドライカットで切っていっちゃうけどねあと最近こういう方の切り方はサイド耳の後ろ辺りはもう2ブロック2ブロックっ,って長さどのぐらいのコース持ってたら7センチ、5センチな刈り上げのような切り方じゃないからね全然違うよイメージはあと自分も年齢的にもシザーの開閉速度 あまり速くしないね。ね。こんんなもんだ、ね、あの速い人は本当によねちゃちゃちゃって切るけどあれ本当に狙っって切ってんの自分中心でまあ自分もね若い時そうだったから <laughs> まあ偉そうなことも言えないけど、まあ、自分中心で物事を言うと絶対狙って切ってないよあれね。ハサミが切れなかったりすると1回に切れる量が少ないからどうしても手の動きが速くなっちゃうんだよね。 あとこうやって自分のカットを今見てるとなるべく開いてまあ7インチだからねいっぺんに3センチぐらい切れるからねあの手の動きの速い人ってさ刃先だけで切ってるんでしょ刃先1センチまあそいぜい1センチ半ぐらいあそこだけでちゃ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 って刃先だけで切ってるからやっぱり速くなっちゃうってうのもうちょっと開いてでもハサミが切れないと無理なんかもしれないね毛があの滑って逃げちゃって。 あとまあサイドもチョップカット気味で切るけど細かいチョップカットだと速くなるんだよねで細かいチョップカットって極めてブラントに近くなるよねそれで良ければいいんだけどやっぱりちょっとザクザク感出そうと思ったら少し深く入れてねやっぱりいくら切れるし座でも切れねえから若干引き切りになるよねやっぱりゆっくりこのぐらいのペースになっちゃうよね自分も、 今このペースで切ったけどこれ以上早くチョップカット入れたらどうなるのしたらたらめ <laughs> これ以上早かったら,たらめ切りになるねあとやっぱり早く動くとそれだけ酸素消費量が増えるから集中力が切りやすくなるよね集中力が落ちてもカット自体は続けるんだよね小脳が動いてるから。 まあどういうカットになるかっつったら荒切りになるよね。ただ単に余裕を持って荒切りしてもう一度切るようになる。粗切り、無駄な荒切りをしているような感じになるんじゃないかな。はい、お疲れ様でした。